牧野真一、牧野真一、牧野真一、1896年、明治29年11月12日から1936年、昭和11年3月24日は、日本の小説家。神奈川県足柄下郡小田原町、現、小田原市出身。自然主義的な私小説の傍流としてみなされることが多く、17年間の作家生活の中で修行の、 短編十数編を残して創生したマイナーポエトと言われている。ギリシャ僕やとも呼ばれた中期の幻想的な作品で新境地を開いたが、最後は小田原の成果で悲劇的な意思自殺を遂げた。去年三十九歳。決して大作家とは言えない一詩人的な作家ではあるが、その内発的な字が破り、想像力の解放、分裂に処するパロディの方法の発見などは、 文学史的には重要な意味があると、磯貝秀夫は考察し、その後継者的な作家として、いぶせます坂口安吾、石川敦志、太宰治村の名を挙げている。また、時にデフォルメされた笑いに身をよじり、時に救いも見えない焦燥に身を焦がすような、一種の動的な精神の燃焼の場としての牧野の小説は、上記の作家のほか、稲垣太る歩、小島忍。 野坂昭之、後藤明夫などの先駆者的なものがあると、戦国秀夫も指摘し、石川敦つのほか、島尾と夫、吉行淳之き安岡翔太郎、種村末広、池内おさら、熱心な牧野新一ファンの作家が輩出されている。なお、牧野新一は、坂口安吾の風博士を、いち早く絶賛し、坂口が、新進作家として、世に出るきっかけを作ったほか、 宇野浩二、伊いぶせ青山す郎、小林秀夫、川上哲太郎らと交流を持ち、雑誌、文化を、総刊主催して、これらの作家の作品発表の場を作った。牧野のの代表作には、地球儀、父を売る子、スイカ喰らう人、村のストアパン、ゼーロン、バランダ物語、主刀人、鬼、涙村、木名田村、裸虫賞などがある。 マキノ一の文学は、通常大まかには、初期史小説、中期幻想小説、後期史小説への復帰、と分類されている。初期と後期における、史小説的作品のいくつかは、家族と血族の因縁を扱い、マキノの文学の深い暗部を垣間見せている。基本的にマキノは、自然主義的な作風の作家と見なされることが多いと、する、堀切直とは、 大正期の父を売る子をはじめとした、牧野初期の師匠説では、自分の家庭の内幕を大胆にさらけ出した、すこぶる路敵的自虐的な作品が特徴だとし、晩年には再び、鬼、涙村、裸虫賞などの家作で、暗鬱な土族の世界に肉薄していると考察し、柳沢隆子も、牧野の,の初期作品は、自虐的情絶及び劇画や、 英雰な末梢神経病者にあふれた死小説の定裁を持ち、晩年の作品もほがらかな夢が枯れていると解説している。それらの初期や晩年の作風と違う分断の通称としてギリシャ牧屋と呼ばれていた中期のロマン的幻想小説は、そうした暗部の反転であり、濃厚なナンセンスによる笑いの文学、沼的世界を実現させており、中期の傑作と言われる、 ゼーロンをはじめとする、その時期に位置する作品は、自然主義的小説の本流とは、趣きの異なる幻想的な作品群と目され、古代、ギリシャや中世ヨーロッパの古典に題材を借りた作風となっている。1896年、明治29年11月12日、神奈川県足柄下郡小田原町緑町。 現在の小田原駅東口周辺で、旧小田原藩士である牧野家の父、久男と母、栄の長男として誕生。父と母は、そりが合わなかった。旧家の牧野家は、家屋も古風で、入り口を入るとすぐに広い庭に面する座敷が三室、あり、庭も古風で、夜になると、石道路に小さな明かりが、池に落ちる、家計の水を照らす風情があったという。 1897年、明治30年、新一が一歳に満たぬ時、父、久男が単身渡米。以後10年近くをその地で暮らすという、通常の不死関係ではなかった。明治30年頃の小田原にはアメリカへの移民熱が盛んだったという事情はあったが、陰順古速な土地柄や家風から脱出する気持ちや、妻と離れたい気持ちも久男にはあった。母、 エイは小学校の純訓堂であったので、新一は祖父母の出来合いのもとで育つ。1903年、明治36年、小田原人城小学校へ入学。この前後から外人宣教師について英会話とオルガを習う。アメリカの父親から通信などで、見知らぬ父と、その父が住むアメリカへの思いをかき立てられる。このことは、牧野の文学の一つの母体となる。 新一自身もいずれは海を渡り、アメリカで父親と合流するとの予想もあり、幼年から英語を学ぶことに勤しむ。父親の放浪的な気質は新一にも多分に流れており、異国語のみの作風の根底にあるものとされる。1905年、明治38年、祖父、英福が急死し、父、久尾は帰国したが、家庭に馴染めずに、足柄下郡高津村、元、 高津町に別居。箱根の富士屋ホテルの通訳、ガイドなどをする。父親の別宅を訪ねてくる息子、新一とは、時に、英語で話す。新一は、アメリカ帰りの父と、日本語では恥ずかしくて喋れなかったが、言いにくい感情でも思いの丈でも、英語では話せた。性格の弱い方法的な父と、そのような父を背負わされた自分の、エディプス的自我の定まらなさは、 新一の感受性の形成に影を与えた。また新一は、ほとんど修正母親を憎み、父親を愛していた。ともされ、母は、疎ましくもしたたかな世俗や、凡俗の、抜きがたい症状となる。1909年、明治42年、神奈川県立第二中学校、現、神奈川県立小田原高等学校に入学。同級に、修正の友となる。 鈴木重郎、後、読売新聞記者、後年は、小田原市長がいた。弟、英二が誕生。年は十三歳離れている。中学校の頃の新一は、授業では、英語が得意で、校内では、ラッパの名手として知られていて、なかなかの洒落者であったという。祖父母に溺愛されて育ったお坊ちゃん気質は、楽天的な活発な気象を見せる一方で、 人見知り風の引っ込みしあんげな表情も生活の中に見られたという。初恋は中学4、5年頃で、相手は2、3歳年上で、当時20歳の聖火問屋の娘だった。娘は乱熟した美人だったという。1914年、大正3年、早稲田大学高等予科に入学、無試験。翌1915年、大正4年、研究予科に留められ。 朝原六郎、下村千明らと同級になる。この頃、小田原の下流会の若い芸技、十七、八歳に恋心を抱いていたという。1916年、大正5年、本家に進級。新一の勧めで、早稲田に入学した鈴木十郎と共に創作への意欲を語り合う。東京府東京市小石川区高田豊川町、現、 東京都文京区目白台の素人下宿の2階の部屋で、新一は文学に対する情熱が強く立ってきたと話す。谷崎淳一郎の作品などに親しむ。1919年、大正8年、早稲田大学部文学科 A 文学科第2部を卒業。鈴木重郎の義系、岩屋当時、岩屋さざ波の実定の紹介で、時事信奉者の少年、 少女の編集部記者となり、僕や七素寺の筆名で、少女に、少女読み物を書く。この頃、同社文芸部の佐々木模作と面識を持つ。同年11月、大学同級生の朝原六郎、下村千明ら13人と同任し、13人を、相関する。12月、13人に、爪を発表し、島崎東村に認められる。爪には、谷崎淳一郎の、 悪魔の影響が見受けられる。1920年、大正9年4月、鈴木十郎らと同任し、金と銀を、創刊、3号で終わる。8月、島崎東村の紹介で、雑誌、新小説に、突面鏡を発表し、初めて原稿料を得て、分断にデビューする機運が開かれる。10月、当選小仏を同任し、13人に発表。これも、 マキノの少女作とも言われ、谷崎純一郎の麒麟の影響が見受けられる。時事信奉者、少女の投稿者だった鈴木節との交際が始まり、やがて同棲する。節は、モダンで賢く、非常に明るく活発な性格で、マキノとは反対におしゃべりであったという。1921年、大正10年、佐々木模作を介して、中戸川吉次と知り合う。3月、 白名を雑誌解放に発表。5月公園へ行く道を13人に発表。8月坂道の孤独人味を雑誌人間新進作家創作集に発表。9月地層を雑誌早稲田文学に発表。それぞれ新進作家として認められる。時事信奉者を辞め、鈴木節を伴って小田原へ帰り、結婚。 東京の友人のいなくなった、寂しさもあって、酒に親しむようになる。1922年、大正11年4月、同任し、白磁を創刊し、池の周りを発表。6月、長男、英雄が誕生。9月、弁達を、同任し、象徴、金と銀の継続詞に発表。10月、妄想患者を、雑誌、新小説に発表。 1923年、大正12年、祭祀と共に、熱海に転居。6月、熱海へ、を、雑誌、慎重に発表。これは、最初の、父親小説となる。7月、地球儀を、雑誌、文芸春秋に発表。9月1日の関東大震災により、小田原へ帰る。10月、中戸川吉次から、雑誌、随筆送還。 11月のための協力を切られて、単身状況。東京市牛込区天神町、現、新宿区天神町の佐々木模作の家の一室の、編集室に住む。随筆の編集を通じ、宇野浩二、笠西善蔵、久保田万太郎らと知り合う。1924年、大正13年に1月、スプリングコートを、雑誌、慎重に発表。3月、父、 久さが休止する。4月、妻子を東京に呼ぶ。やがて、下役上野桜木町、現、台東区上野桜木に住む。5月、父を売る子を、雑誌、新潮に発表。8月、最初の作品集、父を売る子、新進作家総書が、新潮社より刊行される。9月、雑誌、新潮が、人間随筆、最近の牧野新一氏を小徳集する。 たチョ著ンに認められ、10月、父の百画費前後を、雑誌、中央公論に発表。以後、中央公論の作家と目される。11月、セミを、雑誌、慎重に発表。12月、雑誌、随筆週刊。1925年、大正14年1月、秋、二日の話を、雑誌、慎重に発表。4月、 悪の道義語雑誌中央公論に発表。悪の道義語とは母親のことを指している。5月、ずしき日録を雑誌慎重に発表。8月、三浦堂風景を雑誌女性に発表。9月、鏡地獄を雑誌中央公論に発表。10月、秋晴れの日を雑誌慎重に発表。極夜の木を雑誌 文芸春秋に発表。旺盛な執筆を見せ、文壇に進出する。12月、芝区日本江の町の婦人の実家に同居する。父親の死後、牧野の作品には、陰湿な母親攻撃の様相が現れる。1926年、大正15年1月、読記を雑誌中央公論に発表。悪筆を雑誌慎重に発表。3月、 東京府豊玉郡杉並村大和阿佐ヶ谷技。東向き、現、杉並区阿佐ヶ谷一丁目に転居。4月、冬の風林を、雑誌、文芸春秋に発表。5月、影日向を、雑誌、中央公論に発表。5月、雑誌、新潮が、新進作家の人と作との印象。牧野新一氏の印象を小特集する。七月、お蝶の訪れを、雑誌、 新小説に発表。9月、元章、雑誌、新潮に発表。父親の死後、成果は負債を抱え、新一名義の家屋敷や土地を親類に左取され、没落してゆく。1927年、昭和2年1月、海村での春を、雑誌、女性に発表。2月、スイカを喰らう人を、雑誌、新潮に発表。3月、うろこ雲を、雑誌、 中央公論に発表。この頃、神経衰弱に陥り、プロレタリア文学の進出に押され、小田原に帰る。実質のために病院に通う。4月、山を越えてを、雑誌、太陽に発表。鈴木重郎の姉の世話で借りた小田原郊外の、海浜の一室を仕事場とする。6月、昔のカルタを、雑誌、婦人公論に発表。7月、 やぶのほとりを雑誌慎重に発表。9月、雪景色を雑誌文芸春秋に発表。健康の回復を目指して海岸や付近の山々を散策する。1928年昭和3年1月13夜までのこと、後、鶴が遺体へと海外を雑誌太陽に発表。2月、舞踏会用を雑誌文芸春秋に発表。 6月、村のストアパを雑誌、慎重に発表。作品に豊かな無双が見受けられ始める。作品9月、小川の流れを雑誌、文芸春秋に発表。この年、プラトンの、ソクラテスの弁明、クリトン、アリストテレスの、死学、ミゲルデセルバンテスの、ドン・キホーテ、ゲーテの、ファウスト、スウィフトの、ガリバー旅行記、スターンの、鑑賞旅行。 エーセンチメンタルジャーニーなどを愛読。作風の転換を図る。1929年昭和4年に1月暑い風を雑誌慎重に発表。5月円卓市での話を雑誌慎重に発表。6月山彦の街を雑誌文芸春秋に発表。8月かける朝を雑誌慎重に発表。12月 牧野新一集、滝井工作集と一冊の新進傑作小説全集が平凡者より刊行される。作家としての絶頂期を迎えつつあり、中堅作家としての地位を獲得する。この年、足柄上郡山田村の村長、瀬戸佐太郎と知り合う。その周辺を背景とした伝言叙事的作風が全時現れるようになる。1930年。 昭和5年に1月、ラガド大学参観記を、雑誌、文芸春秋に発表。3月、釣りかごと月光を、雑誌、新潮に発表。ゲーテの、ファウストの影響などが見受けられる。4月、単身状況。豊玉郡中野町大技、中野、玄、中野区中央3.4丁目の議定、朝尾立岡田に寄宿し、後、東京市高島地区五番町、玄、 千代田区一番町の松江館に下宿。雑誌、作品の創刊準備に関わる。イブセマスジ、小林秀夫、川上哲太郎らと知り合う。5月、アウエルバッハの歌を、雑誌、作品創刊号に発表。6月、西部劇通信を、雑誌、作品に発表。7月、歌える日までを、雑誌、文芸春秋に発表。曇り日続きを、雑誌、 作品に発表。8月、アール・ギョバトとの酒場で、を、雑誌、経済往来に発表。9月、小崎志郎の勧めで、エバラ大森町大技荒い塾技、三王、現、大田区三王に転居。採取を呼び寄せる。10月、変装期間を、雑誌、慎重に発表。11月、単行本、西部劇通信を、春陽堂より刊行する。 1931年、昭和6年1月、東京市芝区三田南寺町、現、港区三田四丁目に転居。いわゆる、ビッグ坂時代が始まる。2月、千代行きを、雑誌、文芸春秋に発表。5月、南風符を、雑誌、婦人サロンに発表。7月、風博士を、雑誌、文芸春秋巻末折り込みの、別冊文壇ユーモアに発表し。 先月同人雑誌、青い馬に掲載された、坂口安吾の風博士を劇称する。10月、税論を雑誌、改造に発表。夜の軌跡を雑誌、オール読み物に発表。春陽堂より雑誌、文化を、創刊、主催。翌年3月まで4週を編む。新章風景を雑誌、文化2連載。翌年3月まで4回。 牧野新一集、細田民紀、細田玄吉、下村千秋集と一冊、明治大正昭和文学全集が春陽堂より、刊される。11月、小林秀夫との協約で、ポーの、ゆれかを、雑誌、文化に、連載、12月まで。12月、バランダ物語を、雑誌、中央公論に発表。この頃の2、3年が牧野にとって、最も、 得意な時代であった。これは、実家の経済的没落をきっかけに、野外へ出たことで、ただの新編雑記だけを綴る繰り返しから解放されたことが大きいとされていい。1932年、昭和7年1月、首都人を雑誌、文芸春秋に発表。4月、路地の友を雑誌、オール読み物に発表。この年から、再び、 神経衰弱が再発するようになる。住居を転々とするたびに作品が書けなくなると引っ越しをした息子を転校させないように一子の英雄を行政小学校に編入させる。経済的に困窮していたが、これには坂口安吾の勧めがあったという。6月、山男と男装の美女を雑誌、オール読み物に発表。8月、鬼の門を雑誌、 中央公論に発表。9月、ゾイラスを、雑誌、文芸春秋に発表。10月、戦学時付近を、雑誌、慎重に発表。前時、生活の疲れが目立つようになる。弟、A 二はこの年に、モダン日本社に入社。1933年、昭和8年3月、沼辺より、を、雑誌、慎重に発表。新章風景。 続編を雑誌文芸春秋に発表。規定朝尾達夫を訪ねて水戸へ行く。4月幻を雑誌オール読み物に発表。5月西銀座のキューペルの2階で中原中也と会う。中原は谷丹蔵らと同人雑誌の相談で集まり、そこへ谷の誘いで牧野が来たという。6月新昇風景続編を雑誌 文芸春秋に発表。七月、天狗道触覚記を、雑誌、経済往来に発表。疑惑の城を、雑誌、四季に発表。人も往来を、雑誌、オール読み物に発表。夏、山田村の村長、瀬戸ト太郎の紹介で、足柄下郡大井村、現、大井町のうさみ方に転居。昆虫採集などをする。九月、真夏の朝のひとときを、雑誌、 慎重に発表。10月、武者窓日記を雑誌、経済往来に発表。11月、船の中のネズミを雑誌、文学会に発表。12月、夜見の巻我が昆虫最終期の一節を雑誌、文芸春秋に発表。この作品でも、相葉ゼーロンが登場し、天空を駆け巡るペガサスにも必すべき、壮麗な姿を見せる。別行鉢を 雑誌、行動に発表。旺盛な執筆を取り戻す。1934年、昭和9年2月、東京市品川区五反田の霞荘に転居するが、やがて経済的な破綻から憂鬱に陥り、単身、小田原に帰る。年少からの友人、瀬戸和也の公文堂書店に滞留したりする。3月、女に臆病な男を、雑誌、オール読み物に発表。 四月、月明かりを雑誌文芸春秋に発表。七月、小枯らしの福頃を雑誌慎重に発表。病状を雑誌文学界に発表。八月、白星を雑誌文芸春秋に発表。作品の雰囲気は暗く、主人公が相馬ゼーロン。作中では、Z として登場から振り落とされて踏みつけられるという日な場面が描かれる。 また、主人公の夢に、母の像が繰り返し現れ、母への母上も見られる。秋頃、上京する。10月、早春のこ頃を、雑誌、早稲田文学に発表。11月、創作生活にて、を、雑誌、慎重に発表。12月、鬼涙村を、雑誌、文芸春秋に発表。無双は暗く、猜疑心と、怯えが大いつしており、巻きは、 人間存在の不安を丹念に書き上げようしている。1935年、昭和10年1月、横須賀市三王町の議定、朝尾達夫方に行く。三浦半島周辺を泊まり歩いたり、横須賀とも丹田霞相当を行き来した年であった模様。2月、地比を、雑誌、経済往来に発表。3月、裸虫賞を、雑誌、慎重に発表。 栗船で行く家を雑誌若草に発表。7月文学的自助伝を雑誌新潮に発表。8月小川和夫との協約でポーのユリイカをシワ書店より刊行する。牧野をモデルにブロンズの共像、牧野史像を作成した親友牧正夫堀家の不法を知り8月19日に追悼会をする。10月公職務を雑誌 中央公論50周年記念号に発表。12月、茜カネを雑誌、慎重に発表。淡雪を雑誌、文芸春秋に発表。この作品には、母性同型が結晶した世界が現れている。熱海選手号雑誌、日本評論に発表。この年は、随筆や月表などの仕事が目立つ。妻、節とのトラブルから、 五反田の霞荘を引き払い、鈴木重郎の東京市本郷区駒込朝香町の家の二階に寄宿。このトラブルは、説が、牧野の浮気を本気と誤解した面もあるという。1936年、昭和11年1月、幽霊の出る家を、雑誌、早稲田文学に発表。前年来の夫人、説との悶弱や、実質、神経衰弱に悩み、 単身をだわらに帰る。不眠症に陥る。旧友、瀬戸和也に休情を訴え、死の思いを伝える。牧野は、瀬戸に、自分の今一番欲しいのは、素直な、若い女の友達だ。女中であってすらいい。しかし、商売女ではいけないと語っていたという。2月、風流旅行を、雑誌、慎重に発表。次戦作品集、鬼、涙村を、 芝書店より観光。3月、事前作品集、首都人を芝書店より観光する。最初、日本橋区、富沢町の説の辞定、鈴木民兵方にあったとの同居を願うが、容認されない。3月24日の夕頃、小田原町新緑町の実家、大正8年からの家の南道で、石自殺を遂げる。去年39歳。死の当日。 海岸へ散歩に出かけようとする母に突然すがりついて、どうか出かけないでくれ。俺を一人にしないでくれと、牧野は懇願していた。その2時間ほど前に、牧野はピンポン台に紐を貼り、首を入れて自殺の真似をしていたという。また、死の前日には、梅上駐を一生飲んでいたという。3月26日、菩提寺である小田原市の清光寺で葬儀。法は、 対抗院法戦非新古時。5月、課長の家が、雑誌、婦人クラブに掲載。雑誌、早稲田文学、作品、生活、文芸通信、芸術家が、追悼特集をする。6月、タンタレスの春が、雑誌、モダン日本に掲載。7月、桜の花びら、みかんが、雑誌、日本評論に掲載。他の総工として、死有体風炭もあった。 1944年、昭和19年、母、演死去。1945年、昭和20年、和子長男、英雄が、ニューギニアの美薬島で戦死。1956年、昭和31年、小田原市の清光寺において、20年期、新たに、牧野慎一の墓が建てられた。1974年、昭和49年、雑誌。 文下が日本近代文学館より復刻。1976年昭和51年40年期にあたり小田原市城内公園に牧野新一文学碑が建てられ記念し桜の花びらが生まれた。文学碑に刻まれた長い間の荒くれた放浪生活の中で私の夢は母を忍ぶふて青ざめる夜が高つた。 母のもとへ帰らねばならぬと考えた。白星の冒頭の一節は、イブセマスジによって、この一文が選ばれた。1979年、昭和54年、弟、英治がアメリカのコロラド州デンバーで死去。1986年、昭和61年、没後50年記念の、牧野新一展が、県立神奈川近代文学館で開催された。 1996年、平成8年、生誕100年記念シンポジウム、響き縁が開催された。牧野慎一の家系は、牧野自身も、吉街秘書などで語っているように、代々吉街の血筋だと言われ、観の虫や、白鳴などで牧野との仲の良さや親しみが描かれている、医師であった王子、しばしば発作を起こし、最終的には発狂し、座敷牢に軟禁された。 精神病者であった。そんなことから、牧野の母親は、今度は、きっとお前の番だと息子に向かって、言うことがあり、牧野の症状作の爪などにも、自身の狂気の目の自覚が散見され、頭が割れそうだ、狂人になるんじゃないかしら、と呟く場面がある。こういったことから、牧野真一の文学には、紛れもなく狂気の気配が常につきまとっていると述べる。堀切直は、 マキノが、その発狂への危惧や不安を、修正捨て去ることができなかったと、説している。そして、マキノの精神は、常に、類乱の危うきにこらえている体の、均衡の破れやすい、不安定で脆弱な性質を帯びていたと、堀切りは考察し、この、マキノの性質は、大正期の死小説においては、肉親との愛憎のしがらみや、狭い大人関係の場での、 過敏な神経のエクセントリックとも言うべき反応のドキュメントとなり自身を客体化、劇画化しようとするクワだは過敏な神経や過剰な自意識や憂鬱な気分に圧倒されて試行錯誤の段階にとどまっていたと論考している。しかしギリシャ牧屋といわれる中期1927年から1932年の初めのスイカ喰らう人あたりから 悪夢的な軟禁状態が影を潜め、報復絶当の、にぎにぎしい同家的カーニバル的世界がそれにとって変わると、堀切は述べ、この時期の幻想的な代表作品、村のストアパ、ゼーロンなどでは、私、小説的な退屈で陰湿な自然主義的文学風土を脱した、迷路、軽妙、痛快な作風で、ファンタジーとフモールが合わさった無限の世界を、 想像していると解説し、三島幸男も、税論で、牧野の本領が発揮されていたと評している。しかし、その心境地にもやがて暗い影が差し始め、晩年、1934年から1936年の作品では、無想的な世界や活力が失われ、自己喪失感、霊楽感が深まり、自分が少女か死者かさえ定かでなくなると、堀切は解説し、苦悶を帯びた。 作品群が増え、作中やエッセイでは、神経衰弱を患っている、私の顔の比喩として、鬼という言葉が出てくるようになる。そして晩年は、病状もひどくなり、医師自殺に至った。牧野真一は小柄で、三十三歳の時にも二十五歳くらいにしか見えなかったと、宇野浩二は10回している。中原中也は、同人雑誌の相談の集まりに、 部外から見物にやってきた牧野と1933年、昭和8年5月に初対面するが、その時の牧野は、くるめがすりを着ていて、すでに酔いながら、僕、邪魔しないからねえ、邪魔しないからねえと入ってきたという。また2ヶ月後、同人の谷丹さんに誘われて、牧野の住まいを訪ねた時の印象について、中原は、浴衣一枚の胸をはだけて、まだ一時も書いていない。 原稿用紙を前に座っていた牧野を見て、自分たちが来るまで、ずっとそこで悩んで頭を抱えていたに違いないと思ったとし、その印象としについて、以下のように語っている。坂口安吾は、自身の作品を牧野が褒めてくれるときに、ねえ、本当に、何とも言えない、青ざめた君の姿が、あの中にあるんだよと言っていたことに触れて、以下のように語っている。松永記念館。 小田原市郷土文化館には、彫刻家、牧正雄作のブロンズ聖郷像、牧野史像が所蔵されている。牧野真一はこの像を題材にして、小説、税論を執筆した。なお作中では、牧野史像となり、親友であった牧正雄は、京川、牧武氏という人物名となっている。牧野の死後、信仰のあった坂口安吾は、随筆、牧野さんの死で、 追悼文の中で、牧野は人生を夢に変えた作家で、その特殊の設計を受けた人生ゆえに自殺、貧困、飲みすけを引き受けたとし、牧野の神経衰弱と夫婦の別居問題に触れ、ゴシップ的世評を否定し、彼の文学と死の必然的なそして純粋な関係を監視している。そして自殺は牧野さんの祭典がつたかもしれないとし、 彼はついに塩もなほ夢と共に生き続けたのだ。明るい自殺よ。と記している。その後、坂口は、牧野真一をモデルにした、作家、三枝正吉を描いた短編、おもちゃ箱を発表した。坂口は、その主人公の繊細で、高画な資質を描きつつも、夢が文学であり得るためには、その夢の根底が自人生に根を張り、 彼の立つ現実の地盤に根を下していなければならないとし、最初は根を下していた彼のおもちゃ箱、夢、文学が現実から有利してしまったと批判し、現実は常に書く、霊国無残であるけれども、そこからも夢は育ち、おもちゃ箱は作れるものだと、牧野を念頭に置いて綴っている。牧野真一は知る人ぞ知る作家であるとも評されたが、2013年、 平成25年に行われた同年度の大学入試センター試験の国語の現代文小説の説問に地球儀の全文が出題され、その説問の難解ぶりと作中の英語でのセリフ回しが相まって同時に出題されていた小林秀夫の唾と共に改めて牧野が世に注目される結果となった。ちなみに本作では明治。 大正期の日本の英語教育についても触れられており、当時の教育事情を知る貴重な資料ともなっている。2013年、平成25年10月に、日本エスペラント協会の第100回大会を記念して編まれた日本文学、エスペラント作品集に、牧野真一の、栗船で行く家、薬代、ドモアラヤーブレイパースナープロモが加わった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。